ポケモンリトルバスターズとは意味のわからないポケモンたちでレート界隈にはびこるガチポケをぶっ倒していくという企画動画である。ショコラさん、対戦よろしくお願いします。まあ、今回はコラッタを使いたくて連れてきたんですけど、まあ、コラッタ界最強のねコラッタっていうのを今回動画でお見せできればいいなと思います。まあ、これコラッタ選出できそうなんで初手に出しとくが、まあ、ちなみにこのパーティーの気合のタスキ、こういうマイナーパーティーのキーアイテム気合のタスキを持ってるのはコラッタです。でリザードでニトロチャージ詰めれば相手のパーティー崩壊させれそうなんでリザードも選出していきたいですね。ラストな、これだとルカリオが若干重いんだよな。若干っていうかかなり。まあ、そこは、ルカリオだる。まあ、いいや、ロコンでも出しとこう。対戦よろしくお願いします。デッパ。サザンドラか。あんまり予想してないところから来られたな。これがね、コラッタ界最強のコラッタの技構成です。これ、デンジャーからでいいよな。デンジャーアウト。おっそ、相手のサザンドラ。ちょっと待って。相手のサザンドラ、おっそ、耐久ぶりこれ。普通、多分サザンドラの方が早いんですよね、コラッタより。あー、これ多分耐久ぶりにしたドラゴン Z ってことか。アク Z でした。まあ、コラッタこれは本来なら一撃で死ぬんですが神アイテム気合のたすきで、まあ、1残ると。ガムシャラでいいはず。ガムシャラこれ自分の HP と相手の HP を同じにするって技で、まあ、これでサザン、サザンドラの HP を1、これコラッタで落としたくないんですよね、サザンドラを。落としたくないから、ここ2本バレ打って捨てます。本当はこの2本バレの枠、もともとコラッタ単体で使う場合は相手の補助技を封じれる挑発を入れてたんですけど、このパーティーちょっと晴れとのシナジーがあるポケモンが2匹入ってるので2本バレに急遽変更してます。で、これでコラッタの仕事は十分果たして、こっからね、3パーのリザードで無双ですよ。まあ、ちなみにこれさ、なんで、人影じゃなくてリザードのってコメントあったんですけど、人影だとどうしても勝てるビジョンが見えなかったんで、甘えてリザードに進化させました。だからリザードと人影、まあ、それは一回進化してるんだからだいぶ変わるんですけど、まあまあ、そういう僕の甘えのもとリザードになってます。で、これは相手のサザンドラをね、ガムシャラで HP1 万で削って、デンジャーもね、巻いてるんで、確実にこっちのリザードの方が先に動ける。で、ニトロチャージで素早さを1段階上げるという、まあ、この理想ムーブ。エンペルト？へぇー。エンペルトで、リザード止めれると思ってんの？お、3パワー炎 Z リザード舐めんだよ。ダイナミックフルフレーム。グレンの渦の中に消えろ！これワンチャン落とせると思うんだよな。いや、エンペルトでも特防高いから無理か、さすがに。強よ。これがサンパー炎 Z のね、圧倒的火力です。で、リザードンだったら勝ちなんだけど。この僕のね、僕の動画を毎回見てる人なら、このリザードンのニックネーム、なんか知ってる方が多いと思うんですけど、このリザードンのニックネームね、親不幸。その親不幸の名前の由来とは、相手のリザードン Y のひねりを逆に利用し、特性3パワーで火力を上げ、この原子の力で相手のリザードンを吹き飛ばす、そこにある。ん？あ、ちょっと、おかしいな。落とせるっていう僕のあれでは計算だったんだけどな。まあでも心配ないですよ。これやばいんじゃないのって思ってる人いると思うんですけど、僕のロコンこだわりスカーフを持ってるんで、まあ、本来ならばリザードンより素早さの遅いロコンですが、こだわりスカーフを持つことにより相手のリザードンより速く動ける。これでも綺麗に決まりましたね。コラッタ晴れ戦術が、これがコラッタ指導の晴れ展開です。対戦ありがとうございました。ズラリリリリリリでってってりりりり。
カインさん対戦よろしくお願いします。あーこれカバルドンがねだるいんですよね。多分出てくるんですよカバルドン。僕のパーティーカバルドンを一撃で落とす方法が少ないんで、まあ、天候もそのカバルドン側が砂起こししてれば不思議種の攻撃も何が来ても一発耐えれそうだし、だからカバルドンを倒すために晴れ、天候をまず晴れにしてリザートの3パワーの大文字でぶっ飛ばすか不思議種のソーラービームで倒すかになるんですけど、不思議種が刺さってないような、神剣にも勝てないし、リザードンにも成長積まないと勝てない、ギルガルドにも止められる、まあ、ボルトロスにもまあそんな強くないから、どっちかというとリザードを通していきたい。ただリザードを通すとなると、次、水君とかが障害になってくるんで、なんか水君あたりをコラッタのガムシャラで強引に削って、まあ、コラッタで晴れにしてリザードを無理やり通すっていう、なんかそういう展開に持っていきたいんですけど、大体それでいけそうなんだけど、相手のリザードンがこれ Y 前提なんだよな。X だった場合に一気に崩壊するっていうか、なんかリザードン Y だったら、リザードン Y だったら、あのこっちのリザードンで逆に起点にしていけるんですけど、相手のリザードンが X だったら逆に起点にされるからな。だからコラッタとリザード出して、あと相手のリザードンがメガリザードン X だった時用にデスマス連れてって、こいつの道連れで無理やりぶっ倒そう。対戦よろしくお願いします。初手僕カバルドンだと思ってるんだけどな、何でしょうかね。水君はやばい、水君はやばいよ。どうやって倒そう水君。まあ、とりあえずやることねえし、デンジャーでも巻いてワンチャン掴みに行くか。水君引っ込めた。誰ここでカバルドン出てくると、いやーめんどくさいめんどくさい。なんでめんどくさいかっていうと、カバルドンの砂起こしでこいつの命の綱である気合のたすきが潰れちゃうから。まあいいや、まあ、従来のプラン通りここはもう日本馬で打ってカバルドンを落とすことに徹していきます。晴れろ空よ。カバルドンここ何してくるかな。ステルスロックっぽいんだけどな。あ、あくびか、あくびね、なるほどなるほど。あでもめんどくせえめんどくせえ、これあくび連打だよな。誰か一匹眠らせなきゃいけない。いやリザードでいいか。いやでもリザードはもうカバルドンを落とすことに特化してもらおう。だからここはもうリザードが眠る前提で、あれやな、あくび連打だよな。リザードがもうあくびもらって眠る前提でカバルドンを無理やりぶちのめしに行く。3パーでリザードの体力が削れる。こっちはよ、命削ってポケモンバトルやってんだよ。カバルドン、てめえとは覚悟の重さが違う。くざまれ。これは多分さすがに一撃で吹き飛ばせると思います。はい、強い。てかさ、サンタは炎 Z リザードがさ、なんか意外に強いじゃないですか。てを考えるとさ、普通に進化系のさ、サンタは炎 Z リザードンもさ、結構いけるんじゃないかって思うよね。今レートってそのメガリザードンしかいないけど、割とサンタはリザードンもワンチャンあるんじゃないかみたいな、そういうことを思わせる対戦となってますね。ここリザードン、眠ったリザードンに対して出してきたんだから、多分起点にしてくると思うんで、竜舞読みでデスマスに下げます。ちなみにこいつは進化の奇跡持ってるんで、多分リザードンの攻撃が一回積まれたとしても、まあ耐えることが可能だと思う。あ、メガリザードン X。 あっ、てかやべえ、しまった。そうや、これ天候晴れ状態にしてるから相手のリザードン X の背中を押してるやん。やばいやばいやばい、ニトロチャージのパワーがシャレにならん。特製ミイラで相手の硬い爪を剥いでミイラにしていくけど、これ晴れ状態フレアドライブで次デスマス吹き飛ばされますね。次で日本バレが終わるんで、あの仕事役割を終えたあのリザードをここで生贄に捧げます。ごめんよリザード。さっきは親殺してたけど、次は親に殺されましたね。悲しい運命背負ってるな、このリザード。僕たちに計り知れないぐらい重い運命を背負ってる。で、多分硬い爪も入ってるし、デスマスこんだけ HP だったらフレアドライブ耐えれると思うんですよ。こいつガブリアスの激鱗とかも2発耐えれるぐらいの耐久があるんで、まあ、おそらくフレアドライブは耐えれます。ドラゴンクローか、まあまあまあ、それはそれでいいや。ワンチャン、あ、急所でこれだってやっぱフレドラ耐えましたね。で、ここトリックルームあって、あのもうリザードも倒す手段がこっち道連れしかないんで、ここ道連れ押すんですけど、もう読まれたら最悪。
あの相手が舐めてきてくれて、ここどうせ水君対コラッタだったら水君の方が勝てるだろうと思って勝負急いでここフレアドライブ打ってくる可能性もある。おっきょ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 っ舐めやがったなコラッタのことを。相手道連れで相手のリザードンを漆黒の闇の中に沈めてって、でもこれさコラッタ気合のたすき潰れてるんですよね。コラッタって相手の水君のネットを耐えれんのか。これ普通に死にそうなんだけど、この耐久値の低さやばいでしょ。下に出しとくけど全然なんかもう神同然なんだけど、なんかワンチャンつかみに行くためにデンジャーでも押すか、なんかもうやることねえしな。あちょっと待って、これミスった。そうだトリックルーム貼ってるから相手の水君のが先に動くんか。つらーくそえ待って、しかしまったこれ。え1耐えんのかよ気合のたすきなくても。えだったらガムシャラ打って気合電光石火打つべきだった。うわマジでミスった。うわこれはマジで完全に僕が悪い。じゃもしバグったら、じゃあコツメやめて、コツメじゃなかったら勝ってる、コツメじゃ、おえー、これがねコラッタ界最強のねコラッタの実力ですよ。いやそもそも電池屋じゃなくてガムシャラから入ってればもっとなんかこういう綱渡りな戦いじゃなくて完全に運勝ちじゃなくて実力勝ちしたっていうことを認めさせれてあげれたのに。まあまあまあ実質ね、僕がちゃんとトリックルーム貼ったってことを忘れてなかったら電池屋運勝ちじゃなくて普通に勝ってたから、まあ、これはもう完全に僕の勝ちです。対戦ありがとうございました。最後に今日使ったパーティーの紹介、まあ、基本的にはこの気合のたすきコラッタからの指導になりますね、まあ、ガムシャラとかデンジャーで相手のポケモンを削りつつうまく2本バレも展開して裏のエースにつないでいく。ちなみにこんなザゴポケモンでもちゃんと理想古代で孵化してたおかげでスイ君の熱湯を気合のたすきなしで1耐えることができ無事勝利に導くことができたんで、まあ、皆さんもね真似て孵化をする際は決して個体値は甘えないようにしましょう。でまあ日本バレーからつなぐエースの1匹目親不幸のことリザードくん、まあ、こいつは特に優点はないから、まあ、ニトロチャージうまく積んで、まあ、3パワー込みで、まあ、大文字であったり目覚めるパワー氷を利用して無双していくっていう、まあ、そんな感じで日本バレーからつなぐ天候エース2体目として不思議だね、まあ、こいつは今回の動画では出ませんでしたが、まあ、他の動画で活躍してる動画あるんで、まあ、下のリンク貼っとくんでそちらをご参照ください。簡単に説明すると晴れかで揚力素込みで素早さ2倍、まあ、成長をうまく積むことにより火力も2倍にできるといった晴れエースで、こいつも今回は選出されなかったですけど他の動画で説明してるんでよかったらそっち見てもらえれば。以上です。まあ、他にもこんな意味のわからないポケモンでレート対戦に潜ってる動画が下の説明文にあるポケモンリトルバスターズっていう再生リストから飛べるんでよかったら見てみてください。ほぼ毎日ポケモンの動画投稿してるんで、もともとポケモンに興味があった人、この動画を見てポケモンに興味が出てきた人は僕のチャンネルを登録してもらえると嬉しいです。それでは動画のご視聴ありがとうございました。前の動画は左、次の動画は右の枠からご視聴いただけます。チャンネル登録は真ん中の緑のアイコンからご登録いただけます。これ僕のオリジナルキャラクターのバーっていうやつなんでよかったら覚えて帰ってください。その他動画は説明文にまとめてあるので興味があればよろしくお願いいたします。